同士、ちょっとした火遊びを楽しむ、そのような場にもなっていますから、趣味が悪いというのもうなずけます。暇な貴族たちにはそういった趣向が必要なのでしょう。あなたもこういうのは好きじゃなさそうね。以前はこういう場に向かわされることも多かったので、ヘキヘキしているのかもしれません。Because it reminds you of the time you spent with your betrothed. ついでに聞くけど、どうして舞踏会に体験が許されてるのかしら。普通パーティーには持ち込めないものだと思うけど。普通のパーティーではないからでしょう。真意は分かりかねますが。なんか腑に落ちないわね。まあ、ド M 派の残党を一掃するための布石でしょうけど、随分と分かりやすいこと。とにかく弟さんの情報収集をと行きたいところですが、どうやら始まったようですね。始まったって何が？ダンスタイムです。怪しまれないよう、私たちも適当な男と踊るとします。絶対嫌。そうなるとかえって目立つのですが。それでも嫌。城以外の男と踊るとか、まっぴらごめんよ。There goes her brother complex again. わがままを言われてしまうとは。仕方ありません。ならば私と一緒に踊りましょうか。さ、手を貸してください。は？ちょっと。私に合わせてステップを。そう、お上手ですね。当然でしょう、これくらい。まだ怒っているのですか。これでも私なりの配慮なのですが。まあ、知らない男と踊るよりはマシだけど、こっちの考えに先回りしてくるあなたがちょっと気に入らないってだけ。それは正直にどうも。なんだか楽しくなってきましたね。あら、あなたも正直に生きた方がいいんじゃない。全然楽しそうに見えないけど。そう見えますか。仮面の奥では楽しそうにしているつもりなのですが。興味ないわ、見えないし。今はそうかもしれませんね。これで一曲終わりです。はあ、やっと終わったわね。まったく本当に面倒。あの人ずっとこっちのこと見てない。そんなに変なダンスしていたかしら。そうではないと思いますが、少々気になりますね。もしかしてシドのこと知ってるとか。ちょっと情報収集してくるわ。行ってしまいましたか。ちょっといいかしら。今私たちを見て。ああ、もう何もしないわよ。ちょっと話を聞きたいだけなのに。とにかくこっち来て。あなたも悪目立ちしたくないでしょ。落ち着いたみたいね。ええ、フクロウの特徴と同じ仮面だったからパニックになっちゃって。フクロウね。さっきも言ってたけど、それ何なのよ。本当に知らないの？フクロウは最近噂になってる仮面スパイよ。今日も舞踏会に潜入してるかもって噂で聞いたの。それで私怖くて。そんなに怖いやつなのね。
当然じゃない。だってフクロウの正体はあのシャドウっていう噂なんだから。さすがに私でも名前は知ってる。そこら中で騒ぎを起こしている、あの、いや、問題はそこじゃない。もし仮にフクロウの正体がシャドウで、この仮面ももともと彼の持ち物だったとしたら、なんでそれがシドの部屋にあったの？ありえないわ。シドはたまたま何かに巻き込まれただけ。あの子ぼーっとしてるところがあるし、そんなわけあるはずないわ。あなたが彼の。彼の何？彼って誰よ？シャドウ。シドはシャドウのこと知ってる。武神祭ですごかったよね。シャドウがどうかした？いや、ありえない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 。Finally, she's beginning to realize that Sid's shadow. あってしまう。大丈夫？なんだか顔色が悪いけど。大丈夫。悪かったわね。もう結構よ。仮面のことは、あの女が何か知ってるはず。なんと、そういえば、あの女はどこに？残りはこの部屋だけ。きっとこの辺に。やっぱり隠し本棚ね。めぼしい資料は。動かないで。随分と早いお戻りでしたね。この状況でそれを言う。とにかく答えなさい。あなた、フクロウってわかる？急に剣を突きつけて何かと思えば、鳥の話ですか？ごまかさないで。それ以外の意味でしたら、私にはわかりません。シャドウの正体はあなた。シドの部屋に仮面を置いたのは私ではありません。なんて言っても今のあなたには伝わりませんね。これで信じてもらえるでしょうか？いいのかしら、武器を下げちゃって。構いません。こうでもしなければあなたは話を聞かないでしょう。はあ、そうね。よくお分かりで。それなら私も剣を収めるしかないじゃない。ありがとうございます。あなたと揉め事を起こすのはできれば避けたい。 I've expected to shine temple when men to come to a military understanding. それならシャドウの正体はシド。それでこんなところで何やってたのよ。そんなにあの会場が嫌だったわけ？いえ、ここへ来たのは魔人ディアボロスについて調べるためです。あなた、おとぎ話の研究でもしてるの？そう思われるのも無理はありません。ですがこの件はあなたも無関係ではないのです。残念だけど心当たりがないわ。これを見ても。今度は何を？その本、表紙の文様、私の左手に刻まれたものと同じ。 Seems she's getting closer to the truth about the markings on her left hand. ええ、魔人ディアボロスを崇拝する者がその復活を目論み、資料を隠すために作った書斎でしょう。魔人の復活って何のために？お教えしましょう。私が知る魔人
ディアボロスについて。ほらそこ、ご存知ですか？どこまでって、あんなのミドガルの人なら誰でも知ってるおとぎ話でしょ。もしそれが隠された史実だとしたら。ちょっと待って、史実ってことはディアボロスが本当にいたってことじゃない？信じられないでしょうが、これは真実です。この本の文様もディアボロスに関連しています。なら私の左手にあるのも。魔人ディアボロスは人間にとって害になる存在だったわけでしょ。だったらどうして復活させようとするのかしら。残念ながら巨大な力に見入られる愚か者がいるということです。理解したくもない。Human's greatest evil is malice. パウロラ、あなたも何か関係あるの？黙ってないで答えなさいよ。あなた、ディアボロスの何なのよ。クレア様はアウロラと意思疎通が。まあ、今の彼女は眠っているようだけど。図書院、なんで無視するのよ。え、今のは私に言ったんですか？すみません、てっきり。てっきり何だと思ったのかしら。そういうお年頃なのかと。クレア様にはこの言葉が有効。以前シャドウ様もおっしゃっていたわ。大人ぶったりして、気になるなら気になるって言えばいいじゃない。もしかして聞いてほしいのですか？そんなことない。無関係の人を巻き込むわけにはいかないもの。そうですか、では仕方ないですね。やっぱり聞いてほしいのでは。違うわよ。ああ、もうこの話はおしまい。続きを聞かせてちょうだい。魔人ディアボロスを呼び出そうとしてるものって。姫？会場で何かあったようですね。あなたはここで待機を。It sounds like people are dying.時間はたっぷりある。一人ずつ丁寧に殺してやる。血の匂い、何が起きてるのよ。こんなに早く動き始めるなんて。
げだ。お前らは最後に残してやろうと思っていたから。ハクシュミ、あなた一体何者？冷徹のマクシミリアン、この名を覚えることはない。貴様らはここで死ぬのだ。ベータにお任せあれ。行きますよ。ここからが勝負。黙れ。ここ押しております。やはりこの仮面舞踏会が罠だったの。罠？どういうことよ。これは粛清。今回の舞踏会、ド M 派の残党を一箇所に集める口実にする。もとより崩壊したこの檻穴において仮面舞踏会など無用の長物だった。もしかしてフクロウとシャドウの噂もあなたが流した？その名を出せばド M 派の残党をあぶり出すことができるから。ローズ・オリアナの失われた仮面の存在を利用し作り出した架空の存在、それがフクロウ。ずいぶんうまくいっただろう。それはどうでしょうね。シャドウガーデンの名を利用して本物が現れないと高をくくっていたのかしら。本当にシャドウガーデンのスパイが潜入していたとて同じこと。ここに現れた全てを殺してしまえばいい。シャドウガーデンも俺の駒に過ぎないのだからな。思い上がりも甚だしいわね。思い上がりではない、事実だ。粛清が済み次第俺はベガルタ、後始末は手下たちがやるさ。滞りなく。さっきから聞いてれば結局あなたたちは何者なのよ。お前が知る必要はない。もうすぐ死ぬのだからな。はあ？そんな簡単に死ぬわけないでしょ。図書院、あなたは知ってるのよ。こいつらが何者なのか。魔人ディアボロスの復活を目論む者たち、ディアボロス教団の人間です。こいつらがさっき言ってた。おしゃべりの時間はここまでのようです。あなたは下がっていてください。冗談やめて、私も戦うわ。魔人ディアボロス、その復活を目論む教団、聞けば聞くほどよくわからないわ。この女はやっぱりシャドウガーデンの一員なんだ。そしてシド、死ぬ前に考え事か。悠長だな。来ます。なかなかやるじゃない。減らず無事だが、その実力、俺の奥義を出すまでもない。せいぜい受け切ってみる。できるならな。やめないで。
just here next year for any chance of winning. Isn't anyone going to join the battle? なるほど、言うだけはある。だがお前が切り盗んでいるのすら出ていろ。クレア様。さあ次はお前だ。いいわ、どんな死に方がお好みかしら。私も混ぜてもらえる？ So, I will finally mix your appearance again. なんだ、マネ意識があったか。気絶していれば痛みもなく死ねたもの。妖怪は好きだけど、のけものは好きじゃないの。なんだ、その武器は。違う、槍に。クレア様。いえ、この力、最悪の魔女。Now that she's here, this battle will be over very soon. I might not have all of it, but I can still beat this final boss.It isn't that you are weak, or it's just stronger than you. ここまでかしら。だらしないわね。ま、少しは楽しませてもらったし、そろそろ幕引きね。血が集まっていく。プレゼントよ。あなたが殺した人々の。I guess that's the best way to avenge those who were killed.美しくはないわね。本当、恐ろしい力。
あなた大丈夫？そろそろこの建物も崩れそうだけど。そうですね、脱出しましょう。ああ、それなんだけど、私そろそろ限界みたいだから、あとは任せたわ。はあ。お目覚めですか？ここは学園。大丈夫ですか？少し頭を打っていたようですから無理しないでください。何がどうなってるの？舞踏会は？マクシミリアも？夢でも見ていたのでしょう。Could at least change her into her at school uniform if you were trying to fool her into thinking that it was our dream. って、そんなわけないじゃない。いくらなんでも騙されないわよ。さすがに無理だったみたいね。何ため息ついてんのよ。気のせいです。体調も戻られたようですし、私はこれで。逃がすわけないでしょ。この際あんたが何者かとか教団が何なのかとかは聞かないわ。だけどこれだけは答えて。結局弟がシドが持ってた仮面は何なのよ。元はローズ・オリアナが所持していたものですよ。ミドガル在留時代に彼女が送ったそうですよ。シド・カゲノウを仮面舞踏会に誘おうとペアの仮面を渡していたのでしょう。それだけ？他に何があると？シドが自分の正体を隠すために作ったデマだったり。もしかしてまだ寝ぼけてらっしゃるんですか？本当にただのプレゼントってこと？本当紛らわしいわね。もうだけどこれで安心したわ。やっぱりシドがシャドウだなんてありえないのよ。でも And here I thought you'll find us its true identity. どうしてもう片方あなたが持ってるのよ。ってもういないし、シャドウガーデン本当何者なのかしらね。今回の一件まんまと利用されたのよね。まあ結果的にはディアボロスについて知れたんだけど、結局気絶してからなんでここにいるのかも覚えてないわ。アウロラ、あなた何か知ってる？ねえ、少しは答えてくれてもいいじゃない。いつも左手がうずくばっかりで。あら、うずきが止まってる。それよりシドよ。今回は何も情報はなかったけど、とりあえずいつも一緒にいる二人でも問い詰めようかしら。東大元暮らしよね。もしシドを見つけたら今度はフラフラで歩かないよう首輪でもつけておこうかしら。まったく。Simply said, I'm sick of returning to this world.